ここも球際激しくいきます。ディフェンスラインにボールを回す、なかなか前にボールが運べません。前半も33分を経過しています。さあ1点を追いかける鳥取、このメンバーで戦っていますが、今日はベンチにフェルナンチーノがベンチ入りしています。21節の藤枝戦で怪我をして離脱していましたが、今日久しぶりに5試合ぶりに復帰となるでしょうか。フェルナンチーニは6ゴール4アシストを記録している鳥取の攻撃の要です。どのタイミングで入ってくるか。池谷フィジカルの強さを見せました。チェックに行ったのは26番の奥野。高畑から左、大里、中に走り出した林とのワンツー。ここからもう一個踏み込んでいきたい鳥取。右に開いた上松、しかし基準が早いガンバ。久村からファーサイド、フリーになっているヘディングシュート、決まった。大里、今季2点目、ウィングバックの大里。連携に課題があるガンバの守備陣、その裏のスペースついていきました。福村から非常に精度の高いクロス、ヘディングで飛び込んで逆サイドに決めていきました。41番の魚里直也、ウィングバックの選手ですが今季2点目。